今回はですね、鉄道模型150分の1スケール N ゲージトミックスの92467 183系1000番台、あずさグレードアップ車と、加藤の10-1525 189系グレードアップあずさを比較したいと思います。左がトミックスのクハ183の1000番、右が加藤の189系ですね、のクハ189です。大きな違いは、相性表示器にガラスが再現されているかされていないかということで、ガラスがある関係、ガラスっていうか、プラスチックなんですけれども、そこの窓が表現されている関係から、加藤の、幕表示の方が困ってますね。で、左の方のトミックスの方が、印刷はくっきりしてるというのはありますね。で、これはですね、塗装にも、言えてですね、トミックスの方が色が鮮やかです。車体全体の、グレーですね、ライトグレーですね、こちらは、逆にですね、白っぽくて、で、帯の部分ですね、こちらの方は色が濃い、よって、濃淡、メリハリがついている感じですね。加藤の方は車体色がちょっと暗めですね。で、帯の色も鮮やかか、それともくすんでいるか淡いかっていうと、そっちのくすんでる淡い系なんじゃないでしょうか。こちらですね、偶数号車、偶数のクハ183の1000番台。ジャンパー線が左右2つあるので偶数車ということですね、はい、それのヘッドライトを点灯させた状態です。テールライトを点灯させた状態です、はい、トミックスの183系1000番台厚さ色なんですけれども、右がですねクハ183の1023番で、いわゆる奇数号車、奇数の車両ですね。ジャンパー線が、右下のみで、左は偶数車両、偶数車なので、ジャンパー線が、左右一つずつ両方にあります。車番はいくつでしたっけね。1014番ですかね。はい、こちらのセット92467番にはですね、急行アルプスの表示も入っています、はい、加藤の189系の、ヘッドライトを点灯したんですけれども、カメラ越しですと明るくて暑さという内容が読めません。見た目ですとしっかりと、車体のね、塗装も自然に見えますし、ヘッドライトが点灯してて、で、厚さというのもですね、絵柄ごと確認はできますが、カメラだとこんなもんですね、スマートフォンですからね。はい。では、テールライトにします。では、ライトを切った状態です。こんな感じですね。アルプスの次はですね、カイジです。はい、アルプスの次はカイジです。このようにですね、前面表示は変えられるんですが、側面はもう特急あずさ松本という印刷が入っちゃってるんですね。ただここのところを、白幕にしても、違和感なくはないんですよね。ですので、ここを一番無難なのはこ
ここについては確かにトミックス方式の、側面シールも印刷もされてない透明なガラス、これがね本当は無難かもしれません。どの種別にも行き先にも、まあ、対応できてるというかね、そういう表示をそもそもしてないわけですからね、はい、その加藤式のこの側面がね印刷済みだと、全面表示をね変えても、そちらのね方向膜と全面が一致してないということが起きてしまいますね、はい、まあ、ただですね開示にしたい場合は、付属のステッカーが加藤製の場合はトミックスと違って入ってますので、そちらのですね、ステッカーシールですね、この開示新宿区域とか甲府区とかっていうふうに、まあ、自分で設定を変えるということになりますが、設定は固定になってしまいます。89系あずさ色の面白いところはですね、開示ホタル祭り号まで入ってるんですね、はいはい、加藤の、車両で特に特急列車とかですね、前面に表示器、愛称表示器がついている車両で良いのはですね、こう実際の車両のようにですね、こう膜を回転させて表示を変えられる点ですね。この点結構加藤さんね昔からこの構図採用してるんですけども、素晴らしいと思います、はい、でこの急行アルプス表示なんですけども、トミックスの183系1000番台924467ですね。では、この製品だけ、ですね、初回特典としてトレーマーク付属となっているんですけれども、まあ、加藤式の場合はですね、こうやって回転できるんで、もう元からどの製品にも、まあ、どの製品にもって変ですけれども、まあ、初回特典ということではなく、通常品にも入っているということになりますね。はい、はい、クワ183の1023番です。はい、奇数号車ですね。グレードアップ車両です。窓が大型化されてます。天地比方向に大型化されてます。ハイデッカー構造のごとく床が、ですね、座席のあるところだけ高くされてるんですよね。それから座席も、自由席よりも良い座席になっていたはずです、はい、このようになっております。はい、今現在映しているのはクハ183の1000、こちらはですね、グレードアップ車で、こちらは奇数車ですね。はい、奇数車の様子をアップで映しております、はい、数字は、1023番ですね、はい、こちらはモハ183の1052番ですね、はい、こちらも窓が天地方向に拡大されている車両です。後期車でよろしかったでしょうか、はい、続けてモハ183の1052です。反対側ですね、はい、こちらはモハ183の1052番ですね。こちらも、窓が天地方向に拡大されている車両です。後期車でよろしかったでしょうか、はい、7号車ですね。モハ183の1052号車、パンタグラフを今左にした状態で映しております。パンタグラフにも塗装をしています。ですね、サロ183の1100番台で1113号車で、こちらは6号車になります。ドアが今左側の状態です。はい、6号車のサロ183、1113号車の逆側で、ドアを今右側にした状態で映しています。
5号車でモハ183の1057番。こちらも窓が拡大されているグレードアップ車です。5号車のモハ183の1053逆側です。こちらは4号車として設定しています。あ、はい、見てまいりましたね。こちらの車両はモーター車になっています。はい、4号車モハ182の1057番ですね。反対側です。はい、今度はモハ183の1053番で、こちらの車両は窓が前上下に拡大されていない車両です。はい、今度はですね、モハ182の1053番ですね。今度はですね、窓の天地方向が拡大されていない車両ですね。非グレードアップ車ですね。パンタグラフを左側にしています。こちらはですね、モハ182の1053番ですね。モハ182の1053番。パンタグラフを左側にしています。この車両は、窓が天地方向に拡大されていない車両ですね。はい、モハ183の1053、反対側です。こちらの車両は3号車になっています。今度はですね、クハ183の1014号車、1号車になります。こちらの車両は非グレードアップ車で、窓が上下方向に拡大されていない車両ですね。今、前面側を左にして撮っています。はい、1号車クハ183の1014です。まあ、前面を右側にして映しています。ウィングがトミックスのクハ183の1000、下が加藤のクハ189です。まあ、そもそもね、兄弟車といういえど一応まあ形式は違うには違うんですね。はい、こんな感じですね。加藤の方は、洗面所とかね、トイレのところがねちゃんと白くなってですね。それから、方向膜がすでに、特急あずさ松本というのが入ってるんですね。まあ、ユーザーフレンドリーでいいと思います。だいたいこういう印刷済みのものっていうのは下り方面の行き先設定が多いですよね。
はい、今度はですね、グレードアップがされていない戦闘車同士で比較をしています。上がトミックスのクーハイ183の1000、下が加藤のクーハ189ですね。どうでしょうか、窓の寸法の再現の差は同じでしょうか、同じ感じですか、それとも、差があるように感じますか。はい、今度はですね、上が、トミックスのモハ183、下が加藤のモハ189、どちらも、グレードアップ、窓の上下方向が拡大されている車両です。加藤の場合はモハ189、パンタのない、動力車、モーター車ですねに動力ユニットが組み込まれているようです。はい、細部の差はいかがでしょうか。はい、今度は、サロで比較しています。グリーン車で比較です。上が、トミックス、下が加藤、いかがでしょうか。そもそも、まあ、形式が違っています。はい、上側が、トミックスの、183系、加藤は下の方のこちらは189系ですけれども、モハ188ですね。はい、両者でね、この屋根の色がトミックスの方が濃くてちょっと黄色いというかね、赤いというか、暖色系になっている感じがしますね。でこのパンタグラフのね、作りはね、やっぱりメーカーの差がよく現れてますね。はい、ただ、色は、パンタグラフの色ですね、は、どちらも同じです。というのも、当方がですね、GM カラースプレー9番、ネズミ1号、あ、ネズミ1号でいいですよね。はい、で塗装しているからです、両方ともね。はい、今度はですね、上がトミックスのモハ182ですね、下が加藤のモハ188です。トミックスの場合は、モハの182パンタ付きの車両に動力ユニットが組み込まれていますが、加藤の場合はそのようにはなっていない様子です。どうでしょうか、違いですね。もうちょっとこちらの方を並べてみましょうか。一度ですね、こちらの車両のパンタグラフを閉じればいいんですね。1号車クハ189の502号車前面を左側にして今撮っています。前面が右側の状態ですね。はい、今度は10号車でモハ189の13号車です。
10号車モハ189の13号車逆側ですね。この車両はグレードアップ車で、窓が上下に拡大されている車両ですね。はい、続いては9号車モハ189の13号車、こちらもグレードアップ車で、窓の上下寸法が拡大されている車両ですね。はい、可動性の、こちらの189系のパンタグラフもトミックスの183系1000番台のパンタグラフと同様で、スリータの先についている、終電臭の先がですね、保温状、棒状になっていて、この、スリータと別体になっていて、かつ、体幹対接用のバネにカバーがついているタイプが使用されています。このようにね。割り切ってみようかな。こんな感じになっているわけですね。9号車の反対側の様子ですね。はい、モハ189の46号車、8号車の様子になります。はい、8号車の反対側の様子になります。はい、今度は7号車です。モハ188の46号車です。こちらの車両もグレードアップ車両になりますね。7号車です。モハ188の46号車です。はい、モハ188の、つま面の様子ですね。はい、こちらは、モハ188の、パンタグラフが撤去されている側のつま面の様子ですね。カップラーを含めるとこんな感じですね。はい、今度はサロ189の102号車で6号車になります。はい、サロのつま面はこのようになってますね。反対側の、サロのつま面はこのようになってます。メーカーブズプレートが表現されてますね。6号車、サロですね、グリーン車、サロ189の102号車ですね、反対側です。はい、5号車でモハ189の48号車になります。この車両は、動力ユニットが組み込まれている車両になります。5号車の反対側ですね。はい、今度は、4号車モハ188の48号車になります。3号車モハ189の41号車になります。はい、3号車モハ189の41号車になります。
い、今度は2号車になります。はい、モハ189の41とペアを組むモハ188の41です。はい、2号車の、モハ188の41、こちらの車両は、窓の大きさが変更されておらず、上下の方向には拡大されていません。1号車です。クハ189の12号車です。前面を今右側にして映しています。1号車のクハ189の12号車はつま面ではなく、こちらは、前方方向ですかね、を座席は向いていますね。はい、トミックス183系、加藤189系、あずさのレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。